はい、皆さんこんにちは。萩谷恵ちゃんお料理チャンネルです。今回はこちらピリ辛味噌味を使ってわんぱくサンドを作っていくよ。それでは作っていきます。材料はこちらです。緑の葉っぱ、レッドオニオン、恵ちゃんには欠かせないキャベツ、そしてパンです。で、こちらがわんぱくサンドを包むワックスペーパーです。100均などで売っているので手に入れてくださいね。ラップでもいいですが、ラップだと色が分かりにくいので誤飲の原因になったりもします。今ね、キャベツ切るのもこんな便利なのがあるので、こんなのでさっさっと引くだけ、引くだけ。キャベツの千切りは細かい方が肌触りが良くてね、美味しいです。はい、これぐらいにしときましょう。次に切っていきます。切る方向はこちら側を切ります。この方がね、この断面が綺麗だし肌触りもいいよ。切りました。それでは萩谷恵ちゃんピリ辛味噌味焼いていきます。ここに切り口があるのでここから開けます。このまま座り食いしたくなりますね。子供の頃ね、なんか母が焼いている横でつまみ食いして怒られたのをなんとなくふと思い出しました。つまみ食いは料理する人の特権ですね。それではわんぱくサンドを作っていきたいと思います。ワックスペーパーを置きます。1枚目のパンを置きます。そして結構多めに野菜取りたいのでね、入れます。そしたらここにケイちゃんをこぼれるくらい置きたいですね。大人だったらここにチリパウダーとかももっと入れてね、辛くしてもいいかな。キャベツこんなにのせます。真横から見るとこんな感じです。これをもう一枚サンドして、ここで一回ギューッと押します。ギューッと押したら両側を持ってきて、くる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 押します。テープで挟みます。こちらもね、はい、テープで切ります。これでおよそ OK。 これを真ん中で下まで、出来上がりです。わんぱく萌え断サンド、美味しそう。
まだもっと可愛くしたいよっていう方に、もしもこういう赤い大根があれば型抜きをします。赤い大根なくても白い大根でも十分可愛いです。大根はね、そのまま生でもいただけるのでね、ハート、はい、少しでもね愛情を感じていただけたらなと思います。弁当にこんな感じで詰めてみましたので、これを、はい、出来上がりです。はい、こんな箱に入れてみました。これはね、ピクニックにいいですよね。そしてね、これね、こんな感じにテープで貼ってあるので、これをめくって開いていただくだけです。ですのでビニールのね、ビーって取ったりとか、このまま手でサンドイッチを使って掴んで食べるっていうよりも衛生的でいいと思います。それではいただいてみたいと思います。なったよ、ピリ辛の方がいいと思う。サンドイッチは冷めても美味しくないとダメだと思うので、冷めても美味しいのはやっぱり濃いめの味がいいかな、うん、塩味もあるんですけれど、やっぱこれピリ辛、バルサミコソースとかつけると合うかもね。萩谷けいちゃんチャンネルでした。チャンネル登録の方もお願いします。